ビハイヤの下です、今回ですね、ラクジョブでどういった人材が採用できたのかという具体的な事例についてお伝えできればと思います。で今回お伝えするのはゲームプランナーですね。で、まあ、五反田の会社さんからちょっと 3DS の、まあ、案件で紹介を、案件で紹介というか相談ですね、いただきまして、まあ、もうちょっ と,、年明けにっていう、まあ、9月か10月くらいに相談いただいたんで、まあ、年明けから走る RPG のラインに、まあ、入ってもらえる人を探していると。でまあ、一応業務、経験者、あとはその未経験者の中でも、まあ、未経験者だとアシスタントにしかならないけど、まあ、経験者が欲しいなということ で実際ちょっと雇用形態もですね、ゲーム の, 普通一般的には正社員であったりとか契約社員というところがまあ多いんですけども、まあ、今回はフリーランスも含めて探していこうということですね。まあ、やっぱりフリーランスにこだわる方もいらっしゃるので、まあ、今回は実際そのフリーランスの方で、まあ、3DS の RPG をちょうどやった方が入ったんで、まあ、本当にまあドンピシャだったなと。まあ、やっぱりフリーランスって募集にしてなければ多分行ってなかったっていう感じですね。まあ、フリーランスでも OK っていう場合もですね、結構フリーの方も登録してたりもしますので、まあ、業務まあ、進める上で人手が足りない会社さんございましたら気軽にこちらの方までお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いします。